明治35年、東京メーカー繁盛図へ、団子坂やぶそば、つたやみわの伝次郎、神田やぶそば旧店舗、並木やぶそば店舗を閉店した、池の旗やぶそば店舗やぶは、江戸の蕎麦屋の老舗。さらしな、砂場と並び、そばを三屋の一つに数えられている。やぶそばの面の色は緑色である。ひらがな表記は、やぶ、やぶそばであるが、ロゴとして表記する場合、部の表記には、 ひらがなの、ぬに濁点を付した、ぬに似た、変態がな、が用いられることがある。雑誌がや蕎麦蕎麦が焼きしもゴード前茶屋同書やぶの、そば蕎り俗江戸砂子温子明石四五館、菊岡占領所、享保二十年より抜粋岩後坂あざやぶした上に、あり、とか各区に支点を有し、やぶそばの有名なるものまず指をこの家に屈す。名題はせいにして、他方最も固く。 そば通りの称賛するところなり、その地また長望官画にして、庭再起草あり、古石あり、勝者たる、リザ式数多く、幕府その間にあるをもって、大手、三福の苦熱を使用するもの多く、ことに喫下の気候には、収穫雑踏し、虚しく門外より帰るもの少なからず。東京名物市、やぶそば本郷区駒込仙台林町、輪の伝次郎、明治三十五年、 より抜粋前提に被爆を作ってあったので、能量の客に振りまったことは、非常なものであった。客のために備えた150枚の浴衣が、常に不足をしたと言われたくらい、まさしたものだ。それに団子坂に、菊人形の持った頃には、お砂お砂の人手で、この自分の矢部は、朝から晩まで人足が絶えなかった。公園一帯は、妄想地区の矢部であったので、 そばの道具は多くたけ在庫を用いた。そば通、明治年間に廃絶した店より、抜粋岐区の名所とぶそばで、団子坂はことに、江戸城長が深かった、ぶそば没落して、より20年、菊下壇跡を経って、より16年、各て団子坂の名は、ありし昔を、忍ぶ様すがに過ぎなくなった。ぶそばの一門大きが中に、連着町の支店は、集房を追うて、 その境あるのれんを預かるに至ったが、視点とはいえここに移ってから、すでに四十四年を経た、一角の老舗である、評判のよろしい森と掛けの汁は、本節の上物に、調子のげ伝で銀製し、あんばい上手にできている。その特徴とする茶そばは、ただ、色付けをしたのみで、あえて原料が違っているわけではない。元来そばは、うどん粉を混ぜて、つなぎとするも、 あまりにその量が多ければ、仕事は楽で、著も多い代わり、蕎麦の味を悪くするので、信用第一の店では、農夫だけ、うどんこを少なくするが、おっとれには、仕事の困難と、手数とお免れがたい。左レバー屋くも他より一等値を抜くからには、ただに汁が、甘味しいだけで、やぶ蕎麦の強が、築き上げられたわけではなく、うどんこの配合その他に、特別の注意を加えた。 蕎麦そのものの良質と相対って、その名を挙げたものと言わねばなるまい。食安ギャ東京の巻、菊蕎麦、奥田健二郎著大正14年7月10日より、抜粋母親戦争の際に修行していた、神田やぶそばから函館、小樽を経由して、釧路に避難して開業したもの。北海道最古の蕎麦屋で全国から、蕎麦職人の修行者が集まる。 昭和天皇が行幸の際にお代わりをした店として、たびたび皇族が訪れる。ありがとうございます。